結構いつも冗談言うタイプなんですけど、うん、もう笑えないみたいな感じで。へどうも、元かそば職員の毛田花男です。そして何のいたずらか先にスターになっちまった、あとは売れるだけさ、ディスペードからゴッドボイス一世とエンピリアルフィンガーシュンタです。よろしくベイビー。よろしく。あの不思議大学始まって以来、はい、一番今居心地悪いですこんなに 目痛いことある、はい、こんなに背景と合わへん人いるんっていうぐらい。スタートはそういうものですよ。そうですよね。いや本当ありがとうございました、はい、前回前々回出ていただいて、はいはいはい、あの日本でって話だったんですけど、はい、面白かったんで、はい、あのちょっと3人体制でちょっと行きたいなと。ああ、はい、ありがとうございます。まさかね。いや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 、またね、あの田中さん戻ってきたらまた出てください。ああ、ぜひぜひぜひ、はい、お願いします、はい、お願いします。田中さんにこの衣装貸しをあげてめちゃくちゃ似合うと。3着ぐらい。3着もある。まあ、なんですか。はい、どこに売ってるんですかこれ。これはこれはね、うん、あのブティックタケノコ原宿の。ああ、あそこか。はい、舞台衣装めっちゃ売ってるとこ。あ、そうです、そうそうそう、老舗ですよね。はい、老舗。レディーガガも行きつけの店なんですけど、うん、ただしかし俺の、うん、このホットパンツ、うん、これこれ、うん、実際にレディーガガの衣装を作ってる人が作ったんです。おお、デザイナーが作ってるとこ。そうです。着る人によってこんなにもいやいやいや、何が言うんですか。素晴らしい、素晴らしい。そうですね。で、さっき撮影終わった後に、はい、なんかあの一斉さんが、はい、心霊写真ありますよ。あ、そうなんですよ、言ってきて、うん、まあ、歴代のね、僕の心霊写真経験から中では、はい、うん、そんな大したことないんですけど、まあオーソドックスな、これ心霊写真だなっていう。見たことはないんですよね。じゃあちょっと見せてもらっていいですか。ましょうか。はい、要はあのもう本当にね、うん、オーソドックスなやつなんですけどね、うん、もうスマホバッキバキやな何が死んでいいか分かります。え、これ、ちなみに、はい、これが俺です。このどうですか、このロン毛。あの真ん中の左の、はい、あ、なんかね、見た目は今と全然違うけど、はい、あ、そうですね、でもイエーイってやってるのは一緒、はいはい、あの女性の隣のね、はい、真ん中の女性の左側の、はい、はいはい、え、死んで、全然僕の隣にいるこの子、これこの人ね、この手たどってみてもらっていいですか。手をたどピッコロの伸びた手みたいな感じになってるんですよ。あ、なんこれ、え、これ何これ、グニャー、ほんまや、え、何これ、お、ほんとだ、何これ、え、ほんまや、これ不思議じゃないですか。あ、確かに、え、いや、え、ちょっと待って、あの見た目と裏腹にオーソドックスやね。オーソドックスやねオーソドックスだ。え、いやでもこれ確か面白い、すげえ面白いですよね。へえ、これあれやわ、もうこの写真みんなの顔出てるから、はい、あの全部モザイクかけるのめんどくさいなって思いつつも、はい、でもこれいい写真ですね、うん、オーソドックスなの本当に。この隣のフィットはお友達ですか。まあみんな友達ですけど。あーはーはーはー、はい、なんかその別に大丈夫だったんですか、なんか変なの写っちゃったけど、うん、本人はこれ知ってるんですか、この写真。本人は知ってます。むしろこれ本人が送ってくれたんですよ俺に。どういう風なテンションで。あのちょうどこの子、うん、お寺の息子で。あ、そうなんですね、うん、でちょうど俺が怪談話を、うん、自分の経験話をしてたら、うん、いや、一瀬さんやばいですね、みたいな、うん。でもそういうのお払いとかちゃんとした方がいいですよ、みたいなアドバイスくれて。あはあはあ、で、その日、まあ、これはアルバイト先の飲み会やったんですけど、うん、飲み会して、うん、で、集合写真バーッと撮って、うん。で、この子が持ってたんですよ、その写真を。うんうん、一瀬さん、やっぱりやばいですわ。もうお払いしてください。って言って送られてきたのがこの写真ですね。あ、じゃあこの手が伸びてるこの男の子じゃなくて、これやっぱ一斉さんに対して生きてるってこと。そうそうそう、あ、伸びてる方は別にあれなんや、悪いことじゃないんや。でね、もし機会があれば後にまたこの番組で話させてもらってるんですけど、霊媒師に止められてる話があって、それをこの友達で俺話したんです。その直後の夜なんですよ。そうなん。だからこの話すると、なんか人にもちょっと被害が及ぶかもしれないですよっていう意味で止められてる話があるんですよね。それをこの子にしたばっかりの夜にこれが取れた。これが取れた。あ、じゃあ今度出てもらうときね、はい、あの、はい、僕休みます。いや、田中さん、いや、あ、なるほどなるほど。全部吸い込んでくれそうですね。そうそう、吸い込んでくれそうなんで、はい、
あ、そう、いや、ありがとうございます。はい、ですね、これ、一昨年の話なんですけど、ああ、急に階段が。最近、はい、コロナ禍で、うん、エンペリアルフィンガー俊太なんですけど、うん、あのエンペリアルフィンガー俊太、あの、うん、オカルト YouTube にすごいハマって、うん、はいはいはい。でもちろん、その時にゲタさんの存在も知ったんですけど、はい、その時あらゆるものを見てたら、もしかしたらご存知かもしれないんですけど、うん、あるツイキャスの配信を見ると、うん、その話を知っただけで、うん、その人にもう実害が及ぶ。え？ほう。で、その人だけじゃなく、うん、その周りの人にも害が及ぶみたいな、うん、やばい話があるっていうのをすごい大好きな YouTuber さんが言ってんの、うんうんうん。え、これやばいな。うん、で、大体そういうのって、あったとしても、うん、こうデマだったりとか、うんうんうん、まあなんだこれみたいな。うんで、それに関しては、うん、なんかこう話を文字に起こしてもやばいみたいなこと言ってて、で実際にその文字に起こしたサイトっていうのがあったんですけど、うん、常に更新されては消されて、うん、更新されては消されてみたいな、繰り返してるみたいな、やばすぎてみたいな。で、辿ってったらその配信のリンクはあったんですよ、うん、ただちょっと怖すぎて、うん、初心者なんで、うん、怖すぎて自分ではちょっとこれ見れないなってなって、うん、バイト先で当時コールセンターで働いてたんですけど、うん、調子もないのに、はい、調子もないのに、はい、バイト先で、うん、こうみんなが集まるミーティングみたいな、うん、で当時会社に20人ぐらい、うん、一緒のオフィスで働いてたんですけど、うん、そういう話があるんだけどみたいな、うん、でどうせなら全くそういうオカルトとか心霊とか、うん、信じてない人とかっているみたいな、うん、この話を聞いても全然そんな平気だよみたいな人がいるっつって、うん、手挙げて、うんそしたら職場で2人手挙げたんですよ、うん、えマジ今のこの話聞いても、うん、それって聞く勇気あんのみたいな、うん、もう全然俺信じてないんで大丈夫ですよみたいな、うん、で男2人だったんですけど、うん、あじゃあ早速じゃあ今日の上がり聞きながら帰ってよっつって、うん、そのツイキャスで帰ってもらったんです、うん、でそしたら、まあ、次の日も出勤して、うん、で朝行ったら、うん、なんかこうその2人とも、うんもともと信じてないっていうのもあるからかもしれないですけど、ああなんか全然面白くなかったよみたいな。ああなんかその配信してる話し方も下手くそだし、うん、なんかそもそも話もよくわからんし、うん、なんか全然つまんないみたいなことを共通の意見で、うんまあ、言ってて、はい、ああ、そうなのかみたいな、うん。で、別にその日も何もないし、こちらも。うんうん、あ、そうなんだってなって、うん、で、そこからですね、コロナの濃厚接触になりまして、うんしばらく会社に行けない時期だったんですよ、はい、1ヶ月ぐらい、はい、会社の人と会わなくなった、うん、でその療養期間みたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、家にいなきゃいけない期間、うんうん、それ開けた頃にまた久しぶりに会社行ったんですよ、うん、でおはようみたいな、うん、そしたらその2人のうちの1人が休んでるんですよね会社、うん、で2人のうちの1人が足をめちゃくちゃ怪我してるんですよ、うん、おおで後々話を聞いたら、うん、事故にあっただかえホームから落ちて線路に落ちて、その時の怪我みたいな、結構怖いな。そうです、うん、でもう一人は人体を損傷して今休んでる、みたいな、うん、あってえじゃああの話のせいじゃんみたいなちょっと笑いでこっちを、結構いつも冗談言うタイプなんですけど、もう笑えないみたいな感じで、で、まあ、そういうのがあってで数年後、まあ、その職場、うん、その後離れるんですけど、で数年後その職場の人とまた本人たちじゃないですけど、うん、間接的に他の人と会った時に、はあはあ、あなたの2人どうなったのって言ったら、はあ、片っぽは訴訟問題に巻き込まれて、はあ、どうこうしてるみたいな、はあはあ、で片っぽも同じような、はあ、結構やばい今家庭ごとやばくなってるみたいな話をまた違う友人から聞いて、じゃあどっちもあんまりこういい感じじゃないんだ。そうなんです。その話を聞いてから2人とも人生狂ってって話、ちゃんと効果出てるやん。はい、ちゃんと効果出てる。そういうことそれ。それ何、うん、その怪談話みたいなやつを聞いたらあかんってことなんですかね。なんかそうじゃない。文字に起こしてもダメなの。ダメなの。文字に起こしてもその話を知った時点で、うん、ダメなの。ダメって書いてあったんで、まあね、エンペリアルフィンガーはその文字すらも見てないんですけど。見てない。はい、ああ、これはまた、ね、ね、田中さんに。田中さんにぜひ。実験してもらうしかない。そうなんですよ。いや、もうあの人そんなんだったら、全身の骨折れるぞ。これ以上言ったら。
いやちょっとこそうでもなんか僕も、はい、その別にね絶対お化けがとかは、うん、いうタイプじゃないんですよ、まあ、見えないんですよ僕だから分からない、はい、でも分からんから面白いというタイプなんですけど、はい、普通にそんなん見たないもん普通に見たないわ、うん、いやありがとうございました。またあのちょっと田中さん来たら、はい、あぜひ、はい、あの出てください。あぜひ、はいはいはい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。アディオス、アディオス、アディオス。何やこれ。ラスベガスに行こうぜ。ありったけの夢トランクいっぱい詰め込んで、オープンカーに乗ってラスベガスに行こうぜ。道に迷ってもいい、君が隣にいてくれ。どうも、岡野所ピタ田中俊樹です。どうも、元がそば職人抜けた花尾です。不思議大劇場でっか一番やって、もうくんな気持ち悪いっていうあれやな。そう、大阪の酔っ払ったおっさんや、うん、ちょっと違った一面が見れるかもしれない。でコウモリプラーンってなるだけだあの限定のオリジナル商品とあとはスペシャルゲストとかも考えてますので、フジテレビ本社の1階でさせていただきますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャージやったの